レーダーマルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハグの市で、ある。フランクフルトアムマインの南東、ダルムシュタットの北東にあたる、北緯50度の井戸線上に位置する。本市は、マイン、川下流域盆地に位置する、わずかな丘陵部であるメッセラー丘陵の大部分を占める。高度はそれほど高くなく、最低地点は、 オーバーイコールローデン宿東部のローダウ川の河原で、海抜約130メートル、最高地点はブーラウ地区の海抜約200メートルである。レーダーマルクは緑地帯に囲まれているが、それは主にローダウ川付近に見られる。ローダウ川は、地域内を東西に横切っている。北部のブーラウ、メッセンハウゼン。 バルダッカーといった地区は主に居住地区であり、クビウのオーバーイコールローデンやウルベラ派では、社会資本が完全に整備されている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジまでは 10km、フランクフルト空港へは約 25km 離れている。レーダーマルクは、ラインマイン交通連盟のサービス地域内にあり、S バーン S1 号線の終着駅であり、RMV61 号線の駅でもある。 オーバーアイコールローデン駅が便利な場所にある。レーダーマルクは、フランクフルトアムマイン、ダルムシュッとアシャフフェンブルクのちょうど中間点にあたる。レーダーマルク市は、北はディーツンバッフ派、東はロートガウ、南はエッパーツハウゼンおよびメッセル、西はドライアイヒと境を接している。レーダーマルクは、メッセンハウゼン、オーバーアイコールローデン、ウルベラ派、バルダッカー。 ブーラウの隠し区からなる。レーダーマルクは1977年1月1日に、それまで独立した町村であった、オーバーイコールローデンとウルベラハトが条例に基づいて合併し、成立した。合併前の領町村は、共にデーブルク軍に属していたが、合併によって成立したレーダーマルクはオフフェンバッハ軍に属すこととなった。 1980年8月20日にレーダーマルクに公式に都市権が与えられた。市の名前は中世後期のマルク共同体名であったレーダーマルクに由来する。この市区にはかつて女子修道院長アーバがロルシュ修道院の会期間として786年に設立した女子修道院があったと推測されているが、これを裏付ける決定的な証拠は発見されていない。 ロタハの存落は790年にロルシュ修道院への寄進場に初めて記録されている。翌791年4月22日にもアールルフという名のフランク人貴族がオーバーアイコールローデン、ニーダーローデン、ビーバーの所領をロルシュ修道院に寄進したという記録がある。この町は1957年にメッセンハウゼンを併合した。 1821年にはすでに朝朝食については一体化されていたが、この年まで町役場は別個に存在していた。オーバーイコールローデンは、ヘッセン州の地域再編に伴って1977年にウルベラ派と合併して、レーダーマルクを形成した。ウルベラ派は、オーバーイコールローデンの司教会として796年のロルシコデックスに初めて言及されている。 村落は1275年にオーブルッチとして初めて記録されている。マインツ選定校は中世後期にウルベラ派の貢献を獲得し、この村はこれ以後マインツ選定校領のアムト、ディーブルクに属した。人口は1861年に1488人、1939年に2807人。 1978年に9558人であった。ウルベラ派は1977年にヘッセン州の地域再編によって隣接するオーバーイコールローデント合併して新しい自治体レーダーマルクを形成した。この村は1282年に初めて記録されている。メッセンハウゼンは1821年にオーバーイコールローデント。 町長職を統合したが、1957年までは独自の町役場を有しており、この年にオーバーイコールローデンと合併した。メッセンハウゼンの人口は、1829年には80人、1978年には605人であった。バルダッカーは、1930年代に入職がなされ、1977年の地域再編によって、レーダーマルクに属すこととなった。 レーダーマルクはカトリックの町であった。しかし20世紀後半に多くのプロテスタント住民が移り住んだ。2013年現在、6つのキリスト教教会組織がある。レーダーマルクで最も古い教会堂はメスセンハウゼン区の入り口にある聖三味一体礼拝堂である。オーバーイコールローデンの視聴者レーダーマルクは保守的な町であり、長年にわたりセィが 多数派を占めている。しかし2005年の市長選挙では、革新派のアンデレリスで、ディーグルネに属するオーラント・ケルンが当選し、2011年の選挙でも再選された。市議会は、2010年に議席数を45から39に削減することを決め、2011年の選挙以降定数39となっている。 合併した1977年以降の主張を歴史する。文化ホール1995年に開館した、オーバーイコールローデンシクの文化ホールは720席で、演劇、コンサート、その他のイベントが開催されている。俳優のフリーデリケ・ネーデルマンとオリバー・ネーデルマンは、ウルベラ・ハシクのテレホンバウーンと、ノルマル・ツァイト社の経営者の旧邸宅を改造し、2004年から、 小劇場として運営している。陶芸博物館、ウルベラハシクの陶芸博物館は、郷土史と陶器工芸の伝統を展示している。1984年の完成時には、ヘッセン州で唯一の陶芸博物館であった。レーダーマルク郷土歴史協会が無給で、この博物館を運営している。この博物館は月に一度オープンする。博物館の陶芸工房では、 定期的に陶芸コースが開催されている。展示室内では法律上の結婚式が行われる。レギオナルパークラインマインはウルベラハ郊外のブーラウの丘にステーションを有している。ここにはケルト人の創立のフィギュアが展示されている。芸術創造ワンバーは2007年に市政30周年を記念してジルビア・バウマーとマンフレート・ブレーサーによって制作された。 この名前は5つの市区の頭文字を続けたもので、最後の R はレーダーマルクの頭文字である。ワンバーは毎年春に5つのすべての市区を通って開催される都市レースの名前にも採用されている。この他に市の周りをめぐる周回自転車道の名前にもなっている。旧アイスシポルトハレレーダーマルクはラインマイン地域で最初のアイススポーツホールであった。この建物は 1992年に巨大ディスコパラマウントパークに改造された。これは3200平方メートルの面積を持つドイツ最大の最も有名なディスコである。レーダーマルクは連邦道 B45 号線によって広域道路網と接続している。オーバーローデン駅はローカル鉄道の乗り換え駅である。この駅で S バーン &S1 号線とドライアイヒ鉄道が接続している。 また、このオーバーイコールローデン駅には多くの地方バスが発着している。2012年8月6日からメッセンハウゼンとオーバーイコールローデンあるいはウルベラハとを結ぶ2系統の市営バス路線が運行されている。航空旅客はフランクフルト空港やエーゲルスバッハ飛行場が利用可能である。イノベーションセンターレーダーマルク AG は企業家にアドバイスをし、 レーダーマルク市の産業振興を担っている。オーバーアイコールローデン市区には消防基地があり、近隣都市にも出動している。レーダーマルクには基礎家庭学校がオーバーアイコールローデン及びウルベラハニニコート、ギムナジウム上級学年を含む統合型総合学校、オスバルトフォンネルブロイシューレがある。ラインマイン職業アカデミーは経済学や経済情報学の講義を行っている。 レーダーマルク音楽学校では様々な年代の600人の学生が学んでいる。1992年に設立されたこの音楽学校は登録財団によって運営されている。レーダーマルク市民大学はオフフェンバッハ軍が運営する市民大学の分校である。事務所や教室の多くはオーバーイコールローデンにある。レーダーマルク市の経済は中規模企業によって支えられている。 小売業や手工業者の他に大きな企業もいくつかある。デジタルカメラ、写真レンズ、フラッシュ装置を製造する日本の企業シグマはドイツ支社をオーバーイコールローデンに置いている。キューティロニックスエジーは厳しい環境下においても音声や動画を送信する放送システムを開発、製造、販売している。この企業はレーダーマルクに本社を置いている。 セッペリン・ライメルト GMBH はバック通りにある機械製造業者である。この会社は1883年に CG カイザーライメルトとしてライプツヒで設立され、1959年からレーダーマルクにあるドレスデン近郊のブルカウに本社を置いた時期もあった。2009年にライメルトはフリードリヒスハーフェンのセッペリングループの傘下に吸収された。 ビディオア・イーハーティグ GMBH はプロ用のビデオ機器を販売している。この企業は1975年に設立された。140人の従業員で2008、9年度には6300万ユーロの売上を上げている。ビディオア・アート財団は実験的なメディア技術機器を収集し2008年から展示を行っている。マクセミミナラル GMBH は 1956年から金属加工用オイルを生産している。この会社はフランス、チェコ、中国に支店を有している。k h l g m b h はオフィスチェアを製造している。この会社は1976年に設立された。1979年に工場を建設し、1985年、1991年、2007年にこれを拡張。 改造した。KHL は、まだ若い企業だった1980年に、ノルトベストファー練習の上級金融庁用に17,865客のオフィスチェア製造という大口注文を受注している。ありがとうございます。